デショう、ウィリアム・ジャクソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属。後に、イーグルスで、チームメイトとなる、ウィンストン・ジャスティスや多くの NFL 選手が在籍した、ことのある、ロングビーチポリテクニック高校に入学した。 高校3年時の2004年には60回のキャッチで1075ヤードを獲得、15タッチダウンを上げて、カリフォルニア州南部の選手権にチームを導いた。選手権では、ディフェンスバックとしても起用されにインターセプトを上げた。そのうちの一つは68ヤードのインターセプトリターンタッチダウンとなりチームは21から6で勝利した。ピート・ドーキンスから、 MVP のトロフィーを受け取るジャクソン2005年に行われたアメリカ陸軍オールアメリカンボールでは7回のキャッチで45ヤードの TD レシーブを含む141ヤードを獲得試合はジャクソンの西軍が35から3で勝利し彼は MVP に選ばれたなおこの試合で彼は独走状態となった敵陣5ヤード地点で宙返りによってタッチダウンしようとしたが1ヤード地点でボールを 話してしまう失態も演じた。ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州南部における最優秀選手に贈られる、グレン・デイビス賞を受賞した。また野球でも活躍し、タンパベレイズ、フィラデルフィア・フィリーズからスカウトされた。ESPN のトム・レミングによって、全米で4番目の WR と評価された。彼は、カリフォルニア大学バークレー校と、USC から奨学金のオファーを受けた末、 ジェフテッドフォードヘッドコーチのバーグレイコー校に進学した。背番号1をつけた。彼は1年時の2005年シーズン開幕戦、サクラメント州立大学戦で31ヤードの TD レシーブと49ヤードのパントリターン TD を上げた。この年彼は38回のキャッチで601ヤードを獲得7タッチダウンを上げた。ブリガム・ヤング大学とのラスベガスボールでは130ヤードを 獲得に TD を上げた。2006年のワシントン州立大学戦で、エリック・フランプトンとマッチアップした、ジャクソン2年時の2006年には、アリゾナ大学戦では95ヤードのパントリターン、TD を上げた。このシーズン、レシーブで1060ヤードを獲得、9TD、パントリターンで 4TD を上げ、パシフィック10カンファレンスのファーストチームにワイドレシーバー、パントリターナーとして選ばれた。 また AP 通信、ウォルターキャンプフットボール財団、全米フットボールライター協会、スポーティングニュース、ライバルズ .com から、オールアメリカに選ばれた。またこの年新設された、ランディモス賞を受賞している。3年時の2007年は、ハイズマン賞の有力候補となった、彼は開幕戦のテネシー大学戦では77ヤードの、パントリターン TD、全米11位である。 オレゴン大学戦では11回のキャッチで161ヤードを獲得 2td を上げて1987年以来となる敵地での勝利に貢献した。シーズン中ユー太ももの怪我に悩まされ、ワシントン大学戦のほとんどやスタンフォード大学戦を欠場するなどしたものの65回のキャッチで762ヤードを獲得 6td を上げた。この年はリターナーとして オールアメリカに選ばれた。またチームの規律違反を犯したためアームドフォースボールの第1球を欠場している。2008年1月、4年時に進学せず NFL ドラフトの指名を受けるため、アーリーエントリーすることを表明した。大学3年で彼は162回のキャッチで2423ヤードを獲得、22タッチダウンレシーブを上げた。またパントリターンでも、 通算6回タッチダウンを上げ、36試合の出場で28タッチダウンというのは、大学だけでなく、パシフィック10カンファレンス記録にもなった。また226回のボールタッチ中、全体の23%にあたる52プレーで20ヤード以上を獲得した。2008年、編集2008年の NFL ドラフト指名候補、WR の中でも有望視されていたが小柄である。 ことがマイナス評価を受けていた。NFL コンバインの40ヤードダッシュでは4秒33の記録を出すなど高い能力を見せた。4月26日に行われたドラフトでは WR として全体で7番目、2巡目全体49位でフィラデルフィア・イーグルスに指名された。なおこの年のドラフトは史上初めて WR が1巡目に1人も指名されなかった。 7月20日にチームと4年契約の合意に達した。プレシーズンゲーム第3週のニューイングランドペートリオッツ戦で76ヤードのパントリターン TD を挙げた。彼はパントリターナー、控え WR として開幕ロースター53人の中に残った。ケビン・カーティス、レジー・ブラウンの故障により、アンディ・リードヘッドコーチになってから初めて彼は、 イーグルスの新人 WR として開幕戦から先発出場を果たした。9月7日のセントルイスラムズ戦では6回のキャッチで106ヤードを獲得、チームは38から3で勝利した。この試合ではパントリターナーとしても8回で97ヤードをリターンし、そのうち1回は60ヤードのリターンを見せて味方の FG につながった。 この日オールパーパスヤードで200ヤード超えを達成したが、これは NFL の新人記録であった。9月15日のダラスカウボーイズとのマンデーナイトフットボールでも6回のキャッチで110ヤードを獲得したが、新人選手が2試合連続で100ヤード以上レシーブで獲得したのは1940年にイーグルスのドン・ルーニーが記録して以来のことであった。しかしこの試合の第二球、 彼は61ヤードのプロ初 TD レシーブを上げたと、一旦は判定されたもののチャレンジの結果、1ヤード付近でボールを放り捨てていたと判定されたタッチダウンを取り消された。9月28日のシカゴベアーズ戦で初 TD、10月5日のワシントンレッドスキンズ戦でプロ初の68ヤードのパントリターン TD を上げた。また11月9日のニューヨークジャイアンツ戦では、 ワイルドキャット体系からの9ヤードのランにより初のラッシング TD を上げた。12月7日のジャイアンツとの再戦ではレシーブ0回に終わったが、翌週のクリーブランドブラウンズ戦では5回のキャッチで77ヤードを獲得した。アリゾナカージナルスとの NFC チャンピオンシップゲームで62ヤードの TD レシーブを上げるなど、プレイオフではカーティスに続く207ヤードを獲得する。 活躍を見せた。この年彼は1988年に、キース・ジャクソンが作った869ヤードの新人記録を超える912ヤードを獲得すると、共に WR としてはチーム記録となる62回のレシーブを上げたの81回。2009年、編集2009年、カロライナ・バンサーズとの開幕戦で85ヤードのパントリターン TD を上げた。 これは、イーグルス史上2番目の長さのプレイであった。翌週のニューオーリンズ・セインツ戦では、QB ・ーーケビン・コルブのプロ初の TD パスとなる71ヤードのタッチダウンを上げた。9月27日のカンザス・シティ・チーフス戦では64ヤードの TD レシーブを含む149ヤードを獲得。10月17日のオークランド・レイダース戦では51ヤードの ダイビングフィンガーティップ TD を含む6回のキャッチで94ヤードを獲得した。10月26日のワシントンレッドスキンズとのマンデーナイトフットボールでは、ドノバンマクナブのキャリア200個目の TD パス及び3万ヤード超えのパスをキャッチした。またリバースからのランにより67ヤードの TD を上げた。この試合で右足を負傷し、 ハーフタイムにはレントゲン写真を撮ったが、第3球には復帰、この週の NFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。第11週のサンデーナイトフットボール、シカゴベアーズ戦では8回のキャッチで107ヤードを獲得、1タッチダウンを上げて24から20の勝利に貢献した。11月29日のワシントンレッドスキンズ戦で、ロンドンフレッチャーよりヘルメットと、 ヘルメットがぶつかり合うヒットを受けて脳震盪を起こし退場した。翌週の試合を欠場したが12月13日のニューヨークジャイアンツ戦で復帰、60ヤードの TD レシーブを含む6回のキャッチで178ヤードを獲得、72ヤードのパントリー。この試合で彼は50ヤード以上の TD がシーズン8個目となり、エルロイ・ハーシュ、デビン・ヘスターと並んだ。 この週の NFC 最優秀スペシャルチーム選手に選ばれている。翌週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦で140ヤードを獲得し、シーズン1000ヤードレシーブを達成、19ヤードの TD レシーブも上げてチームはプレイオフ進出を決めた。12月27日のデンバーブロンコス戦では4回のキャッチで33ヤードを獲得にタッチダウンを上げた。 シーズン最終戦のダラスカウボーイズ戦では2回で36ヤードと抑えられ、チームは0から24で敗れた。翌週ワイルドカードプレイオフでの再戦でも3回のキャッチで14ヤードに抑えられ、チームは14から34で敗れた。この年彼はチームトップの1167ヤードを獲得し、プロボールの先発 WR 及びキックリターナーに選ばれた。 複数のポジションで同じ年のプロボールに選ばれたのは彼が初めてである。プロボールでは6回のキャッチで NFC トップの101ヤードを獲得しに TD を上げた。この年パントリターンで NFL トップの平均15.2ヤードの数字を上げてスポーティングニュースよりオールプロのパントリターナーに選ばれている。2010年編集2010年シーズン開幕前 彼は契約延長の話が進展していないことに不満を漏らした。トレーニングキャンプ中の7月31日に背中を負傷したが大事には至らなかった。デトロイトライオンズ戦では45ヤードの TD レシーブを含む135ヤードを獲得する活躍を見せてチームは35から32で勝利した。9月26日のジャクソンビルジャガーズ戦では61ヤードの td レシーブを含む5回のキャッチで153ヤードを獲得した。10月3日と10日の2試合では合計5回のキャッチ、43ヤードの獲得にとどまった。10月17日のアトランタファルコンズ戦で31ヤードのラッシング td、ケビン・コルブからの34ヤードの td レシーブを上げたがこの試合で相手ディフェンスのデュンタ・ロビンソンのハードヒットを受けた際に、 脳震盪を起こし数試合を欠場したが11月7日のインディアナポリス・コルツ戦で復帰して7回のキャッチで109ヤードを獲得 1TD を挙げた。11月15日のワシントン・レッド・スキンズとのマンデー・ナイト・フットボールでは第1球最初のプレイでマイケル・ビッグからの自身最長となる88ヤードのタッチダウンレシーブを挙げた。12月13日のダラスカウ・ボーイズ戦では ショートパスを補給後のランアフターキャッチによる91ヤードの TD レシーブなど4回のレシーブで210ヤードを獲得30から27の勝利に貢献した。第15週に行われた地区優勝を争うニューヨークジャイアンツ戦では決勝点となるパントリターンタッチダウンを挙げたがこのプレーは新メドーランズの奇跡と称されシーズン終了後 GMC より ビッグプレイ最優秀賞に選ばれた。この年47回のキャッチで1056ヤードを獲得、6タッチダウンを上げて、プロボールに選出されたが、ワイルドカードプレーオフのグリーンベイパッカーズ戦で膝を負傷したため欠場、マイルズ・オースティンが代役となった。2011年、編集2011年シーズンのトレーニングキャンプを当初ホールドアウトした。 契約最終年である2011年の年俸は60万ドルとなっている。この年15試合に出場し、58回のキャッチで961ヤード 4TD を上げた。2012年、編集2012年3月14日、イーグルスと5年4850万ドルで契約延長を果たした。第12週のカロライナパンサーズ戦の第1球に、アバラボ骨を骨折し、 故障者リスト入りした。戦線離脱した時点で、チームトップの45キャッチで700ヤード、2TD を上げていた。2013年、編集2013年の、第15週、ミネソタ・バイキングス戦では、自己最高の195ヤードを獲得、1TD を上げたがチームは敗れた。この年自己ベストの82回のレシーブで1332ヤード、9TD を上げた。 2014年3月28日にイーグルスを解雇された。解雇理由について、スター・レチャー氏は、ジャクソンとロサンゼルスのストリートギャングのメンバーとの交友関係について、イーグルスが懸念したと報道した。解雇された後、彼はギャングの一味ではないと声明を出した。その後、4月1日に、ワシントン・レトスキンズと3年契約を結んだ。息子が2人いる。 また彼の兄のバイロンは、サンノゼ州立大学で、ワイドレシーバーとしてプレーし、カンザスシティチーフスにプラクティススクワットとして2年間在籍した。大学では、社会福祉を学んだ。父親は2009年のプレーオフの最中、非臓癌により入院し、同年5月14日に亡くなった。現在ニュージャージー州ムーアズタウンに住んでいる。NFL が契約している。 ヘルメットメーカーのリデルとは異なる。シュッと車製のヘルメットをロゴを隠して着用している。2014年1月、自宅に空き巣が入り、金庫に入れていた2万5000ドル以上の現金、宝石類や拳銃1丁が盗まれた。EA スポーツの NCWA フットボールシリーズ09、プレイステーションに向けのカバーに選ばれている。ありがとうございます。